せっかくザ・ミスト覚えさせたのに、マジかい。お、豆腐屋だっけ。本当に申し訳ございませんでした。私は勝と言います。あの、よろしければあなたのお名前を。あ、進藤タクトです。タクト様、素敵なお名前ですね。もうラブストーリーは突然に流れたわ。トゥルルーン流れたわ。あ、そのお召し物はすぐに乾かしますので、ちょっとだけ我慢してくださいね。大丈夫これ後ろの釜で。あれ、俺ら、あれ、これ進藤後ろの釜に入れられる。みんな聞き込みしてるね。この3人珍しいな。剣、錦。ふお、これ一面だな。すごい分かりやすいな、へこみ方が。あー、ダメだ、収穫ゼロ。田んぼの前で収穫ゼロ言うなや。みんな信長のことは知ってるけど、会うとなると難しいみたいだね。ん、あれは蹴鞠か。あれってもしかしてサッカー。行ってみようってことで、サッカーをしている子供たちが、サッカーはこうやるんだよ、急に入ってきて、急にいらんアドバイスする、めんどくさいおじさんムーブかますか。こんにちは。ねえねえ、それってもしかしてサッカー？ん？サッカー？なんだそれ。これは俺たちが考えた遊びさ。他の国では蹴鞠って似た遊びもあるらしいけど、よく知らないし。あ、一応蹴鞠はあるんだね。だからこうして自分たちで作った弾で遊んでるんだ。そうなんだ、自分で作るなんてすごいね。へへ、お前らもやりたいなら混ぜてやるけど、どう？え、本当にいいの？おう、俺は助けってんだ。じゃあ早速準備してきてくれよ。助けたちとサッカーバトルだ。なんか可愛いやついるな、右下に。ゴロータ。兄ちゃん一緒に遊ぼう。ゴロータ可愛いな。言っておくけど、手加減なしだからな。なんかいいな、ゴロータいいわ。ゴロータ仲間にするか。なんかディフェンダー顔だな。では早速、お、準備できたのか、いつでもできてますよ。よし、一丁勝負だ。お、サッカーバトルやんの？俺たち相手に？では、一マスは助けとその仲間たち。助けと愉快な仲間たち。でもまあ進藤いなくてもまあなんとか、まあ、あ、やべえ、回復してきてねえやってなると、まあフォワード剣置いとけばいいか。あ、でもまあ TP なくてもアームとすればいいか。子供たちに現実見せてやるか。お、ゴロタやるね。うう、ゴロタ強い。待って、ゴロタ強い。ちょっと待って、ゴロータを止めろ、錦。ゴロータ？おっと、こいつとんでもない人材かもしれん。ゴロータ？やばいやばいやばい、ゴロータやばい、こいつ。こいつ怪物とサッカーしてるかもしれん。バゲモンいる。一人でここまで来た。江戸時代のメッシいるって、江戸のメッシ。ナイス。やられたらやり返しましょう、天馬くん。これが中学生の力だよと。強すぎ。超次元サッカーってもう見せてやりましょう、天馬くん。エーターナルブリザード。つえな。もうすぐで400乗るもんな。危ない危ない、お前素手、ごめんな。お前ら素手と素足なのにエターナルブリザードなんて打っちゃって、なんかごめん。おい、テンマ、お前加減考えろって、怪我しちゃうやん。ではバトル勝利と。お、串団子あざす。なんかごめんな。なんか本気出して勝ってさらに串団子まで奪っちゃうなんて、なんかごめんな。
へえ、お前らやるな。そっちこそもう一回やろう。仲良くなっちゃったな。やれやれ。デートしとるやないかい。一方その頃、おいおい進藤くん、抜け駆けは良くないぞ。タクト様、ここからだと街がよく見えるんです。こんなことしてる場合じゃないんだけどな。うわ、めっちゃ綺麗。回復アイテムでないかね、おかつのお豆腐。振動に与えるときだけ全回復。タクト様はこの終わりの国の人じゃないんですよね。聞く。なんでわかった？え、なんで普通にわかった？振動だってほら、髪とか変わっていますし、街もあまり知らないみたいなので。ああ、俺はこことは全く違うところから来たんだ。俺のいたところではこんなに美しい風景は見られない。でもそこには大切なものがあったんだ、俺にとって。タクト様の大切なもの、それって好きな人ってことですか？いや、そうじゃないんだ。それはそろそろ服も乾いた頃かな。それじゃあ行くよ。すごい、おかつさんの顔がマジになってる。本気と書いてマジになってるけど。はい、もしよかったらまたうちに寄ってください。美味しいお豆腐ならありますから。あ、金なくなったら食いに行こう。天馬、おおおお、すごいキック力。ロベカルいるな。俺、取ってくるよ。お、おっと、大丈夫か？うわー、助けて。なんか蹴られた音したぞ。あ、よいしょ、あ、よいしょ。ゴロータ、人さらいだ。え？人さらい？待てー。お、ドワー、うわ、かっけえ天馬。なんかあの豪炎寺を思い出すな。大丈夫だった？くす、うん、ゴロータかわいそう。てめえら、よくもやってくれたな。大人を怒らせるとどうなるか教えてやるぜ。くくく、なにこの風神と雷神。お役人さん、こっちです。何、役人を呼ばれたら面倒だ。くっ、ずらかるぜ。ふう、危なかった。誰だ？お前たち無茶だぞ。あなたがお役人さんを呼んでくれたんですね。ありがとうございました。ああ、ありゃ口から出まかせじゃ。役人なんて本当は呼んどらん。そうなの？そんなことより、あいつらは白鹿組だ。白鹿組、陽気かまいたちの白鹿組だ。最強のチームだ。なんでそんなことを？今はどの国も戦で人材不足だからな。子供をさらって兵士に育てるため売り飛ばしとる。人を売り飛ばすなんてひどい。天馬、お、振動、どうした？何があったんだ？危ないところを助けてもらったんです、この人に。わしか？わしは木下藤吉郎じゃ。木下藤吉郎さん、どこかで聞いた気が。木下藤吉郎ってもしかして、あ、豊臣秀吉？なんじゃ、どうしたんじゃ。
ようわからんけど、なんともわかったわ。その、お前たちが取り返そうというサッカーっちゅうもんは、そんなに楽しいもんなのか？はい、楽しいです。そっか。好きなもんのそばにいることは大事なこっちゃ。頑張らんとな。はい。わしも今、好きなもんのそばに行くために頑張っとるんじゃ。藤吉郎さんの好きなものって、何なんですか？わしの好きなもんは、織田信長様じゃ。え？織田信長。信長様からは、この世のものとは思えん力強さを感じるんじゃ。なんちゅうか、あの方なら、世の常識すべてを変えてくれるような気がする。藤吉郎さんにとって、信長様は憧れの人なんですね。うん。わしはいつか、あの方のおそばに行く。信長様には天賦の才が宿っちゃる。きっと天下を取られるお方じゃ。あのお方についとったら、わしもエロになれるかもしれんしの。わしはエロなっちゃる。絶対エロなってみせるんじゃ。絶対このエロナッチュルでクスって笑ってる人がいると思います。多分しんすけとかはクススって笑ってますね。これ藤吉郎さん、よっと、つい熱くなってしもた。それじゃ気をつけて帰れよ。はい、ありがとうございました。帰れっつったって帰る場所ねえだろ。お、振動が再び仲間になったと。よし、今日はもう遅い。ひとまずみんなが手に入れた情報を整理してみようよ。 TM キャラバンの隣にあった地蔵堂を僕たちのねじろうとして用意してるってワンダバから連絡があった。さすがだなワンダバ、テント立てるのも早いね。てなわけで地蔵堂で情報整理しよう。まずは TP 回復。あれ、回復サイト疲れてる。あ、もう回復してたんだ。ではまあじゃあ地蔵堂戻りましょうか。いいね、この一歩ずつ進んでいく感じが。おもろいはいないで。ワンダム室内でもそれ被るんだ。信長につながる有力な情報はゼロか。道は険しそうだね。まあ仕方ないだろう。初日はこんなもんだ。今日がダメでもまた明日がある。唐突な名言。でもまさかあの豊臣秀吉に会えるとは思わなかったね。秀吉といえば信長にもできなかった天下統一を成し遂げる男ぜよ。この際信長じゃなくて秀吉でいいんじゃないかの。ダメだ。あれ、お前どこにいた大輔。どこにいた。チームは個人能力ではなく選手同士の能力が共鳴し高め合ってこそ最高のパフォーマンスが出せるものなのだ。極上の料理で食材の組み合わせが重要なようにチーム内のそれぞれの関係性が重要。時空最強のチームが出来上がるにはわしの指定通りの組み合わせでなければ絶対にダメだ。わあ、分かったぜよ。そして信長のオーラを受け取るのは進藤拓人、お前だ。俺ですか。この姿になってからわしには人の持つ力が手に取るように分かる。ゲームメーカーとして特別な才能を持つ進藤だからこそ信長の力を受け取りそれを最大限に活用できるだろう。すごい、すごい力手に入れてるじゃん。俺が信長のオーラを。進藤拓人、お前がなるのだ。時空最強イレブンの一人にな。やっぱ一人目って大変だよな。わかりました、俺やってみます。どんな寝方してんの錦。おい、起きろ天馬、早起きだな。ほえ、あ、おはよう、早いね。こんなところでよくのんきに寝ていられるな。まあ戦国時代だからな。今剣と聞き込みをしてきたんだが、これから信長が城下町へ出てくるらしいんだ。え、本当ですか。あ、武者行列をするらしい。信長に会える絶好のチャンスだ、行ってみよう。ぐおほほ、スピームニャムニャ、叩き起こせ、もう蹴り飛ばせ。起きろ、置いてくよ。わたばすごい跳ねたね。ってなわけで信長の武者行列を見に行こう。というわけで、では、今回ここまでにしてまた次回やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。んー、バイバイ。